はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、本日はですね、視聴者さんからのリクエストデッキにちょっとお答えさせていただこうかなと思います。はい、まあボックス公開の動画とか見てね、こんなデッキで動画組んでほしいみたいなのがありましたら、随時、Twitter のリプライであったり、動画のコメント欄の方に書いていっていただければいいなと思ったものはね、なるべく動画にさせていただきたいと思っております。今回はこちらです。ダン。はい。守備型の外野手を作るデッキで、ですね、まあ、魔術師、ストライク送球、そして高速レーザー、この3つが取れる編成ですね。で、しかも二股でホムラ、まあ、ホミ股ってね、視聴者さんに名付けてもらったんですけど、ホミ股で、まあ、ちょっと残念ながら、得意練習をかぶせることはできないデッキなんですけど、非常にね、守備型のいい外野手ができるのではないかなというデッキを教えていただきました。またこのデッキいいと思うのが、まあ、前さんあとさんで、前一枠ホムラ、あとは一枠、妹がいることによってイベント数もね非常にコンパクトでいいですね。はい、っていうのと、まああとはね、この芸術的流し打ちの骸骨をジュンさんが持っていると。でジュンさんと結構リョウさんの特能が被ってて取りやすいとかね、いいところいっぱいあると思います。でジュンさん久しぶりに使うんですけど、ムード悪気打ちは直取りで抑えましょう。はい、粘り打ちはね、りょうさんのイベントが30%来たら抑えてもいいかなと思います。まあただこのデッキ全体的にちょっと取る特能の数がね、ここ3体がね、3体ここ3人が結構多いんで、まあちょっと特能の数が多いかなっていうのは気になるんですけど、まあ十分いいのが作れるでしょう。で今回はそうですね、なんか初期値が渋いんで結構もう完全な、そうですね、守備固め、外野手の守備固め作ろうかなと思ってます。まあただね、ちょっと心配なのは、まあ、このデッキ初めて使うんですけど、まあ、さっき12月3週まではテイク1でやっててね、そこでやめたっていうことは察してください。はい、テイク2です。はい。で、まあ、このデッキ思うにね、ちょっと印象がね、守備型、まあ、守備型 S とか A とかまですると総力がちょっとしんどいのかなとは思うんですけど、まあ、なんか最強の、守備型目外野手、ちょっと今の世代の人たちはって、僕も今の世代だと思うんですけど、十分今大学生やってるんで、ちょっと知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ結構年齢層高い方もね、ありがたいこと、本当にありがたいことに社会人の方とかにも結構多くご覧いただいているチャンネルなので、社会人の方結構ご存知の方多いと思うんですけど、松山商業の奇跡のバックホーム事件じゃないか、奇跡のバックホーム、あのライトね、変えて、あのライトの子がバックホームしたやつあるじゃないですか。ああいうサブの選手。てか、あの人を作りましょう。ということで、やっていきましょう。はい。ですね。非常に、最近風邪をひいていてね、喉だけ治んないなとずっと思ってたんですよ。なんか喉痛いなと思ったけど、なんかおかしいなと。だいたい喉もずっとね、痛い時は痛いんですけど、すぐ治るんだけどなと思ってて、すいませんって言って、まあ、ちゃんとね、病院行くようにしたんで、最近学んで。喉だけ治らないんですよねって言って、こう、病院行ったんですよ。そしたらね、なんとね、これ、喉じゃないねって言われて、こう、下、べーって、こう、って、これ、画面出してないから伝わんねえわけ。はい。こう、下出して、こう、見てもらうじゃないですか。で、あれで、下出した時にね、これ、下に口内炎ができてるねって言われまして、はと、はもう、本当に、普通にリアルに、うんと思いましたよ。下に口内炎つって。下に口内炎ができてるねっていう、それが当たって痛いっていうね、今最悪な状況にあります。めっちゃ喋りにくいです。押し送球、これね、じゅんさんとね、りょうさんだけだと結構ね、送球骨安定しないなと思うんですけど、その安定しない2人がいてようやく安定するようになるっていうやつですね。はい、いいデッキですね、本当に。これね、まあ日々なんだかんだ結構ね、あーこれ行きたいけどね、まあ木村ちゃんから追うか、なんだかんだ結構デッキのリクエストをいただくんですが、これもう本当にね、いただいた瞬間に、これ確か Twitter のリプライでいただいたと思うんですけど、もう速攻メモりましたよ。ぜひやってくださいって言われてね、あ、これはいいで、まあいいとも思いますし、もちろん。なんか普通にね、なんだろう、やっぱゲームなんでね、楽しくやりたいじゃないですか。これは楽しそうって思ったんですよ。てか僕、高速レーザーを未だに取ったことがなくてですね、高速レーザー童貞なんですよ今で、ジュンさんは高速レーザー確定ですね。はい、ということで非常にいいと思います。
そう、なんかね、じゅんさんとりょうさんいたらなんかね、青銅高校来てるのかって思うけど、はい。てかお兄さんと春一コンボ追加してほしいな、マジで。この二人にコンボなくて、他にコンボね、他に何があるんだよっていうレベルですよね。兄の背中どう？コンボ名兄の背中いいんじゃない？いいじゃないの。ダメよダメダメ。あーそこめっちゃ美味しいよ。でもさっき本当にさっき一回だけ本当に一回だけキバ妹を美味しいのがあったんで追わなかったんですよ。本当に一回だけね。マジのマジのマジに。俺どっちがいいだろう。体力減らないし、こっち行こうかな。本当のマジのマジのマジにね、一回だけ追わないことがあって間に合わなかったんで、もう今回追っていきます。いやもう本当にね、この下のね奥にできた口内炎のおかげでね、もう僕はね、まあ、地獄を見てるんでね、なるべくテイク数を少なくしていきたい。そういうところですよ。やっていきましょう。渋いね。あ、で、さっき言い忘れたんですけど、もう一回デッキの画面でね、ここでちょっとあれを役割を出してほしいところなんですけど、この二人がレンジャーで、あとは全部ガードなんですけど、ガード。ちょっと下手したらレンジャーになるかもしれないんで、まあ、そこはちょっとケアしつつはやっていきたいんで、まあ、ここ行きましょう。ちょっと渋かったね、今の。はい。最近ね、僕やばいなと思うのが、あ、ちょ待って、なんか触れん。はい。僕あんまエナジードリンク系飲んだことがなかったんですよ、人生で。まあオロナミン C ぐらい。え、でもオロナミン C ってエナジードリンクに入るの？要はよく大学生大好きレッドブルとかモンスターとか飲んだことがなかったんですけど、最近リアルゴールドを飲み出しまして、でもなんか本当に何の明確な理由もないっていうか、明確な根拠は何もないんですけど、リアルゴールドは個人的になんかモンスターとかそういうレッドブルとは違うと思ってるんだけど、これは何の明確な根拠も何もなくて多分一緒なんじゃないかっていう。で、1日2本とか飲んじゃうんですよ、普通に。やばないっていう、これ死ねへんかな。僕はね、結構最近ハマってるね、水たまりボンドさんっていうね、まあ水たまりボンドっていうね、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、かの有名 YouTuber ですよ。はい。で、カンタさんにこの間お会いしたとかいう話はもう置いといて、とりあえず。でね、何が言いたいかってね、水たまりボンドがね、あれしてたんですよ。検証してたんですよ。あ、妹から置いて、うわー、全然選手が被らない、最近。水たまりボンドがその、この、なんていうの、そういうエナジードリンク系を飲んだら、こう鼓動が速くなるのかみたいな実験をしてて、動画の中で。結構ね、それががっつりね、鼓動が速くなってた感じだったんでね、怖いなと思うわけです。あ、これホムラガードにするのありだぞ。そして主人公のガードレベルを高めつつ、あ、もうこれはホムラガードにしよう。ホムラガードに変えたらこれで OK。 主人公はレンジャーにはならない。そして主人公のガードレベルもいっぱい上がる。よし、いいでしょう。というところでね、怖いっていうね、ただ美味しすぎるリアルゴールドは。そしてなんか頑張れる気がする。はい、これが手本を見せてやればで続けていきます。まあ、ちなみに高速レーザーいらないっていう場合は上で切ったら粘り打ちコツが 30% で来るんで、まあそれも一つありなのかなって思うところではあります。ちょ、全然なんか渋いな、全然なんか渋いな。うん、そこでいいかな。ラブパまであるし、そこでもいいし、あ、文化祭あるなら文化祭でもいいけど、文化祭にしようかな。もう妹も評価大丈夫そうだし。ちょ、さっきはね、言うてね、ちょっとキバ妹を一回自分が追わなかったっていうのもあるんですけど、入部してない状態のやつで、まあ、評価自体がね、なかなか上げれなかったんですけど、今回は上げれたんで、頼んます。
トゥ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 過去は遠い。よいしょ。さて、やっていきましょうか。いやマジでね、そうそう、あーこれもったいないね、40回復。いやマジでね、高速レーザー童貞を卒業したい。ここでアッキュー打ちは取ったよね。もうで一応勝たれん、なんかこの得意練習かぶせれなくて、あのダブルタックはないんですけど、勝たれんってその精神以外のポイントが全部入るんで、そこに技術ボーナスとか筋力ボーナスとか、あコツをつかんだの方だ、ラッキー。技術ボーナスとかなんとかボーナスとか加わればね、まあ結構いいようになるんじゃないかななんて思っております。はい、まあそれは登場のタック行ってもいいけど、横の練習も美味しいなと思ったけど、まあタックは純粋に行くか。よーし、やっていくぜ。うわた足ゴシップガール、ゴシップガールも10でも体力回復すればな、結構それだけでいいみたいなとこあるんだけどね。でカタレンがね結構いいと思うのが怪我率低いんですよね。あ違うか、これは妹いるからか、妹いるから説。でも確か体力減る量も少なくなかったっけ、カタレンって。よし、よし、ナイス、オッケー。これで正直言ってやろう、正直言ってやろう。テイク3を覚悟してここまでな、トークをねちょっとな手抜いてきたんだ、すまん。こっから全力のトークでいこう。ちょっとだけここまでトークの手を抜いていた、許してくれ。やっていきましょう、ファイトス。違うよ、体力を温存していたっていう言い方にしとこう。いや要はね、物は言いようっていうじゃないですか、そういうことよ、物は言いようよマジで。あめっちゃうまい、めっちゃうまい。あこれ本当に最近やめようと思ってるんだ、いい加減。ちょっと最近ちょっとやりすぎてて、ちょっと本当にそろそろなんか誰かに怒られそうなんでね、やめときましょうか。はい、最近ねちょっとトークがね散らかるんすよね、ほんとトークがなんか散らかってる、ほんとにもう喋り散らかってるんですよね。まあいいか、木村ちゃん、あちょっと いろいろ話したい話が今いっぱいある。どれから話そう。そう、トークが喋り散らかってるっていう話なんですけど、二人評価があるし言っとこうか。なんかね全然収束しないような話をなんで、いやもうトークが喋り散らかってるんじゃなくて、これ野良天才、これ2回目、いや3回目だ。マジかよ、野良天才マジかよ。ちょトークだけじゃなくて、もうサクセスというか、なんか動画がもうこれ散らかってるわ、いろいろ。何この散らかってる話するときに入部届間違えて持ってきてないよね今回。マジか。じゃあちょっと能力上げときゃよかったよ、だったらいきなり来ないでよ。うわー、さっきちょっと能力上げようかどうかなって心の中で迷ってたんだよね。まあいいや、とでとか思って。うわー、くっそ、この段階できたらあんま美味しくない。ちょっと能力上げときゃよかったな、マジで。くっそ、悔しい。来るんだったら来るって言ってくれよマジで。友達に言ってる会話かよ、友達がいきなり家に来た時の会話かよ今の。違うか、ちょマジかよ。どうしようこれ、どうしよう。じゃあ最強の守備型じゃなくてちょっと外野手作るか、それなりの。いやでもここで天才来ても全く美味しくないんじゃない、実際。だって今回何があって、特に初期値渋かったんで、ミートパワーが上がってない状況で来るとあんま良くないんですよね実際。ほらミートパワーがもう初期値ぐらいじゃん今、天才になって。
うわ、ちょっとあげときゃよかった、もったいねえ、時を戻らねえかな。じゃあちょっと予定変更でスタメン作るわ。よし、千丸ついてくれたらよかったのに。いやー、マジか、マジか、久しぶりの野良天才だ。いや、3回来たうち1回はイベント中だって。1回はね、まあ覚えてらっしゃる方いらっしゃるかどうかわかんないんですけど、上杉達也っていう名前で作ってた昔のエースがいたんですけど、そいつがあれでしたね。ちなみに天才でしたね。はい、マジかー、マジかー、ちょっと上げといてよかったなー、マジで後悔が残るわ。で、さっき言ってたその木村ちゃんなんですけど、本当にね、ゴシップガールと告白の時のね経験点がいいっていうので、本当にあれな感じがあります、僕の中で。なんか小筆はね、結構イベントで評価上がっていくはずなのに、あんまり評価上がんなくて、うん、やっぱ木村ちゃん告白の段階での22位上がるのがでかいのかな。本当に勝手に評価上がってるなっていうのがね、めちゃめちゃあるなっていうのが印象としてありますね。よし、粘り打ち、ナイス。あー、ここマジか、クリスマス前練習したかったけど。ほんじゃあ粘り打ち取ろう。あ、取れない。あ、ムードも潰してない、やばい。ここデートやだな。評価上げるか。まあ、スカウトおるし、スカウト追う、スカウトおるしね。いい、10% やん、 10% やん。いや、天才引いてるけど何かとうまくはまってない。マジでミートパワー上げときゃよかったな。あそこで動画では初ですね、野良天才が来たのは。野良天才は動画は初ですね。はい、アイテムに天才の入部届は持ってきておりません。正直言ってでもガチデッキの時に来て、まあこれももちろんガチではあるんですけど、初めて使うデッキの時に来るなっていうのはちょっとありますね。頼む、これ大吉行こう、大吉行こう、大吉行こう、頼む頼む、博多華丸、博多華丸小吉です。やっていきましょう。で、粘り打ちとムードも潰しましょう。はい、 OK。いや、行くよ。でも絶対更新するよ、もうここまで来たら絶対更新するよ、もうここから本気出すよ。よし、ラブパナイス。これどうしよう、タイトルどうしよう。でも野良天才覚醒みたいな言葉入れたいよね。でも野良天才覚醒でタイトルに入れちゃったら、もう野良天才覚醒するの分かってるから、みんなどこでするんだ、どこでするんだっていう見方するし。でもせっかく野良天才覚醒したんだから、野良天才覚醒って書きたいし、どうしよう、私どうすればいいの、この場合、この場合タイトルとかはどうすればいいんだ。いや、でもまあ野良天才覚醒、じゃあ野良犬公園にしとく、違うか、ま、あ、これその早急コツめっちゃ美味しい、行きたい、実際これ超美味しいわ、ナイス。これで 70% で取ろう。よし、 OK。まあ一応2月まで待つか。一応じゅんさん、りょうさんが光らなければいいんでね。はい。でもなんかそう、タイトルって結構つけるの難しいですよね。僕はもちろんタイトルをつける前にね、動画を撮っているんで、あれなんですけど。みんなは、じゃあ例えば僕が今回野良天才学生とかサムネとかタイトルに書いたとして、じゃあみんなは知っていると、天才になったの、なのに、なぜこいつはこんなに天才になって驚いているんだっていう。いや、でもそれは分かるか、それはよく分かんないな。決めた、もう野良天才学生ってサムネかタイトルかどっちかには書こう。よし、やっていきましょう。
いくよ。あ、体当たりとか潰してるっけ。それにしても、それにしても体当たりとか潰したっけ。オッケーオッケー。これもデートでよろしか。うわあ、リアルゴールドがいつの間にかなくなってる。あ、そうか、妹ってこんなタイミングで思い出したけど基本に兄ちゃんとの勝負あんだ。あ、レーザーは少しですね。はい、ということで守備職人と高速レーザーは来てください。あ、兄ちゃんとの勝負の件を完全に忘れていた。あ、でも OK、 木村ちゃんが完走した。ちょ待って、まだだって阿部ひも持ってないしさ、まだ怖い。うっ、オッケー。送球骨よく取らずに我慢してた。今よく我慢した。これを言ってたんですよさっき。本当に来るとは思わなかったけど、よく我慢した。まあ送球骨結構軽いんで、実際まあさっき取ってもまあさほど変わらないかもしれないですけど、まあ言うても変わるよね。丸20丸なんでね。はい、ちょっと待って、これ結構やばいパターンかな、もしかして。え、なんでこんなところでカラス使ったの今、バカ。ちょっと待って、バカ。もう犬木ボンバー来てるのに、なんで今カラス瞬時に押しちゃったんだ。こんなところでバカ使うなよ。え、バカ、本当に今のは。え、なんか体がとっさに反応した。え、だったら失敗したらよかったのに。果たし状来たら使えないじゃん。あれ、犬木ボンバーまだ来てないって。来てるっけ、来たっけ。うわ、バカ、今なんか体が、え、なんか今、え、なんか体が全体的におかしい。今リアルゴールドで体が変になってる。てか今のミッション結構桜の宮入れたらよかった普通に。え、なんで今カラスボンバー押っちゃった。いや、でも大丈夫。え、え、よくなんか自分で自分を制御できてない今全体的に。ちょっと待って、マジでなんか体がおかしい。様子が、あら、キャタピーの様子が、でって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 て、それはポケモンの進化やないかーい。ちょ待って、本当におかしい。なんかどうしよう。え、なんか本当おかしい、いろいろ。え、これどうしよう本当に。え、やばいな、なんかやばいぞ今回本当に。何を考えてるんだ今。私上来たらどうするんだ。やばい、今何も考えずにカラスに手が伸びた。ある、やばい、やばいぞこれ。やっぱエナジードリンクずっと飲んでなかった人間がエナジードリンク飲んだら、これあんまこういう言葉発しない方がいいかもしんないけど、その要はま、なんて言うんだ、やめとくか。ちょっと危ない言葉発しそうになったし、そんなことはもちろんやったことはないけれども、そういう状況になるんじゃないのか。覚醒、要は覚醒してるんじゃないか。これ今もしかして覚醒秋の状態なんじゃないか今、まあ、これ結局果たし状が来なければね。いや別にあの時使っといてもよかったって結果論な。まあけど私上勝てばいいしね。ちょっと待って、これ喋り散らかしてるな本当に。今回喋り散らかしてるし動画も散らかってるな、いろいろ。どうしようか。さっきの桜の実はマジ入れといてよかったな。肩守備、あー、守備連行っとこうかな。ラブパもあるし、もうちょっとデートもしていっていいけどね。阿部ひとってから行きたいんすよね、お兄ちゃんとの勝負。で今金徳の骸骨が何も早急以外掴めてないんで、そこだけよろしくお願いいたします。これ全てはマジで野良天才学生来たのが悪いわ逆にね。いや悪くはない、ありがとう。ういー
フラモチか、ヒャッハーって。いやー散らかっとるわ、動画が。動画が散らかっとるわ、それにしても。持ってるね、これは多分。天才来たことっぽいね。まあ、持ってるも何も、さっきのぐらいでね、カラスを使わないといけない状況になること自体が本当恥ずかしいことなんですけど。ちょ、待って、熱い。こたつが熱い。こたつが熱いのか、俺のハートが熱いのか、よくわからないけれども、どっちなんだ。どっちかっつーとこっち、つっつ、どっちかっつーとこっち、つっつ。ちょ、待って。全然こたつのスイッチが手で探せない。危ない!こたつのスイッチ触るときに、パソコンのプラグを抜こうとしてた、今。バカ。え、ちょ、危ない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 。危ない。バカ野郎。え、ちょ、待って。本当にどこにあるんだ。あった、あった。熱っ。よし。これはデートでいいでしょ。やっぱあれですね、タックかぶんないと。かぶん、お、ペンダのこっちもまあいいけど、やっぱダブルタックか、タックびっくりが来ないと、やっぱ練習ね、そんなに今見た感じ美味しくないですね。はい、ということでタックびっくりが来るまで待とうというか、骸骨が全然来てないんですよね今のところ。なんかオール D になりました、一応ご報告まで。あと次、騎馬妹と勝負なんで、あそこまでに阿部妃欲しいんだよな。もうパワー妃持ってるから、全力でなんかしてもいいけど、あそこで。いや、もう行くしかないな、これ。妹、もう行っときたいな、妹行くか。勝負や、ここで。珍しくパワー妃で打とっか。よし、もうこれも今回は勝てそうな気がする。なんか流れがこっちに来てるから。阿部妃持ってないけどもパワー妃で打てる気がする。勝てる気がする。お、オラなんかいけそうな気がする。ちょ、集中しよう。言っても爆速しか投げないってこいつ。あ、低めは打ちません。こんなとこ打ってたらさすがに死ぬ。ここは打てるでしょ。うら、ホームランじゃ。バックスクリーンホームランじゃ。よし。オッケー。っていうのもね、今、木村ちゃん行くっていうチキンな方法でもよかったんですけど、ちょっとラブパまであるんで、チキンな方でもよかったんですけど、やっぱ体力回復しないんでね。回復するんでね。よし、ナイス、ラブパ。ちょ、タックびっくり、タックびっくり。うん、タックびっくり。あ、ヘッスラ潰してないんでな、まだ。ヘッドスライディングね。よし。うん、やばい。骸骨がつかめてない。高速レーザーと守備職人。高速レーザーと守備職人。やばいね。びっくり追っていかないとやばいね。やっぱダブルタック来ないって結構しんどいんだな。ダブルタックが一切来ないデッキって初めてというか、久しぶりに使ったと思うんですけど、初めては嘘つきましたね、さすがに。あー、これ合宿前にやる気を2ダンクも下げている。よくない。あ、これやる気上がるっけ。ナイス、オッケー。やっぱワンタックはやっぱ渋いね。なかなかワンタックはやっぱなかなか渋いものがある。うわっ、よし、ナイス。やっぱワンタックは渋いものがあるな。うわっ、死んだふりかな。よし、オッケー。精神がちょっと足りてないっぽかったんで。うわー、今のはね、ワンタックでもこのなんとかボーナスが合わさってて惜しかったのに。くっそー、こういう時に限って失敗しよる。今回 10% と 17% 死んでますね。ただまあ3000点近い経験点稼げているので、小吉でね、悪くはないでしょう。うん、これはもう次の練習が美味しかったらもったいないんで、というか今はコツ回収を一番しないといけないんで、精神いっときましょう。うわ、だったら言っといたな。
これはまあ言ってもいいかな。けど対左だから渋いんだよな。それ行くぐらいだったらまあ先にデート終わらせる方がいいかな。あ、やばい、今もっと流し打ちもこつ来てないじゃん。金徳骸骨が何も来ない。金徳骸骨が何も来てないぞ。金徳の骸骨が何も来てないぞ。そしてびっくり全然しないぞ。これはやばいぞ。いろいろまあ用心警護いっとこっか。精神足りてないって言ってるぐらいだし。そうですね、1個桜の宮に変えた方が勝ちやすいんじゃないかと思われる。やばいな、金徳の骸骨が本当に何も来てない。早急のみだ来てるのは。そしてトークも喋り散らかしてるし、なんかやばい、散らかってる。こっからまとめていこう。いや大丈夫、こっからまとめるだけの力が今の俺にはあるかもしれない。あ、ちょっと待ってー、あぶねー、あぶねー。ちょっとそこにそれは出てくるのは卑怯くないかい。あー、なんか下手くそ、なんかが下手くそ。あ、でもよかったよかった。本当に桜の宮入れてよかった、これ。やっぱさっきのもね、桜の宮入れときゃちょっと、あ、簡単やったかもしれんけど。相変わらず下手なミッションするね、本当に。まあカチャいいんすよね、カチャ。あー、これいけばいいんじゃない。やめたらよかったか。評価下げたらまた戻さんと。あ、けどあれですよね、これ教えてもらったのが、要はここからもしあれが来なければ、井戸端が来なければこれでも大丈夫っていうね、エピローグは。はい、ただ怖いんで、妹のデートでいいかな。これやる気上がったらなおさらいいかな。オッケーオッケー。うわー、これ今んとこだから金徳の骸骨を取ろう。金徳の骸骨を取ろう、マジで。金徳の骸骨を取ろう、頑張って。こっからに行け。あれ、ねえ、もったいない。なんか、うわー、なんかがもったいない。1秒の差がもったいない。行くでー、行くでー。まあね、これがね、こういう時にね、天才を引くのがね、配信者の辛いとこですよ。いや、辛いとこではない。楽しいところだな。いろんなデッキ使ってる時に天才いけるっていうね、幸せなことだ。やっていきましょう。ちょ、頼むけど、いいデッキだと思ったんで、普通に骸骨までちゃんと取れる、いいデッキだと思ったから、やらせていただいたんだ、こっちだって。こっからしっかりやっていこう。はい、ちょっと、こたつ切ったんで、寒くなったんで、もう一回つけまーす。ということで、今は骸骨を集めることが一番大切だと思いますので、行きましょう。阿部紐も来てないじゃん、まだ。盗塁が一番いらんねん。うわー、来たかー、井戸端。盗塁が一番いらんねん、ほんとに。竜の卵、ゴーストバスター。あー、めっちゃ行きたいのいっぱい来てる。とりあえず、竜の卵は絶対行きたいんで行きますか。あと、木村ちゃんのデートに関しては2回かな、あと。3回、2回。まあ、ただ、竜の卵は絶対行きたいんでね。盗塁だけはいらないんだな。
盗塁がでも来るんだな、人生そういうもんなんだな。ああ、珍しいやつだ。一列だけガードのやつが出る珍しいパターンのやつだ。でクマがどこから出てくるかによるんだけど、結構予想を立ててクマが出てくる場所を予想を立てておくっていうのを一つありなんだけど、失敗したか、完全に失敗したか。これ結構強いっす、このクマたち結構強いっす。ちなみにこのクマたち結構強いっす、マジで。やっぱ桜なんで入れる方が安定すっかな、なんだかんだ。あ、まずい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 、カラス使おう。うわー、使っちゃった。やっぱ今後桜の宮入れよう。ガード3レンジャー1だと辛い、結構。7月にこれであれが来たら、片市長が来たら、またカラスがない段階で片市長勝たないといけない。やっぱこれカラス絶対ダメだ。これ今後桜の宮入れよう、これバウンサー勉強になった。また一つ金徳の骸骨頼む。盗塁はもう来るな、盗塁は来るな。かといって潰すほどは重い、さすがに。おし、ナイスアビヒ成功しろ。よし、オッケー。アビヒはもう潰すでしょ、さすがに。アーティストも取るでしょ。オッケーオッケー。あー、ただアビヒ一応置いとこっか、あの果たし状がね、もしかしたらってやつで。ゴーバスはね、行きたいけど行ってる暇ないね。木村のデートをもうちょい早めにやっといてよかった。やばい、木村ちゃんあとこれ合わせて3回だ。来たよー、くそー、かくそー、来たよー。いけるけど、1回勝ったことあるから、ボムなしで。もうくそー、いける、信じよう、自分を信じよう、信じよう。二人ならば愛し合える。やばい、圧倒的にここがやばい。やばい、真ん中、左、やばい、これやっぱ水たまりボンドが検証してたけど、リアルゴールド飲むと、あ、けど、クソかよ、コツがクソかよ。高速チャージと、まあ、対左はいいとして、コツがクソかよ。クソ、ここで、骸骨が来いよ、流し打ち。高速レーザー、なんとか。うわ。あ、けど、対左、なんか 70% まで来てるから、まあ、いいか。高速チャージ外野手につけたところで、うん、まあ悪くはないけど、であと2回デートやらないといけない。3週のうち2回デート、だからもうコツ回収以外は全部デートだ。うわ、やば、今のでめっちゃ手が震え出した。よく頑張ったわ、今の。よく勝てた。よく頑張った、果たし状。まあ、結果ね、いろいろ下手くそなミッションやった結果、いっぱいもしないんで、あれですね。なんだ。試合に負けて勝負に勝ったってやつですよ、これは。まあ、動画としては一番満点な形ができたやつですね。動画としては満点。
ただちょっと恥ずかしい、こいつ下手だなっていうね、普通にこいつ下手だけど見せ場作ってるなっていう。いや違う、もしかしたら皆さん考えてみてください。僕だってもう長い間動画配信を、長くはない、1年ぐらいやってます。あえてね、あえてね、見せ場を作るためにやってたらね、すごいと思いませんか。まあやってないんですけどね。はい、ということで、あ、エピローグ、そうだよ、やばいじゃんこれ、これ、あ、そうだやばいじゃん、忘れてた、井戸端怒ってるんだ。妹戻さないと。うわー、もうこれもまた失敗の方だし、はい、ということでね、これで多分木村ちゃんは戻ったでしょう、評価。やばい、せっかく高速レーザー取る感じにしてきたのに、ストライク送球と重いね、相変わらず思うけど。いやー、やばい。お待たせいたしました。金徳の骸骨が取れない。第9投げた、打ちました、痛烈、左中間大きいぞ。第9投げた、あ、ライトに打球がぐーっと変化球打てると思ったら、まあ打ったけど、打ったけどなやつ、打ったけどなやつ。第9投げた、さらに伸びていく。そう、今ねスタジアムでなんか変化球打つのがマイブームなんですよ。変なブームでね、なんか謎に変化球、まあいつも変化球打たないんですけど、投げてきたところで、この変化球ボーナスが出てから、なんか、まあ、変化球打てるなら打ったら得だなと思って、なんか今打つ練習をしてるんですよね、変化球。なんか最近クレッセントムーンとかホームランできるようになってきてね、楽しいなと思ってるんで、ちょっと手を出しちゃうよねっていうやつです。はい、ヤトゥーです、間違えました、ヤトゥーです。ちょ、そこに騎馬妹いろ。やばってか、エピローグ戻らんし、これ全然ダメだし。でも金徳の骸骨の方が大切だし。うわ、流し打ち来た、本当にやば。木村ちゃん戻ってないのか、頼む、騎馬妹、あともう一回一緒に練習させて、甲子園で。うわー、これは結構辛いな、結構評価が戻ってないな、これは結構辛いな。うわ、これは結構辛いな、なんか散らかってるな、いろいろ。どうしよう、これ精神が結構余ってるんで、チャンスはここで抑えちゃいましょうか。よし、お待たせいたしました。あとはレーザービームと守備職人。第9投げました、打ちました、これはいい当たり、いった、入った、入った。そう、井戸端め、井戸端がなかったら結構よかった。あ、これやばいやつだ、井戸端がなければ結構よかったし。第9投げました、打った、これはいい当たりだ、いった。うわ、マジで井戸端と骸骨がなければまだよかったけど。あ、これやばいやつ、第9、これやばいやつ。でもジュンさんも入れてるし、外野手矢部くん、ジュンさん自分で、捕手ファースト、セカンド以外めっちゃ強いじゃんみんな。投げました、宇宙間へ大きい、あ、やばい、入らない、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。まずい、これで負けたらまずいぞ。よしよし、オッケーオッケー。第9投げた、あー、危ねえ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 、うわー、頼む、こっから、ちょ、もう、じゃあ分かった、木村ちゃんのエピローグ捨てていい、最悪。
妹だけ戻させて。次精神に妹がいて、精神に妹いないか、いわいないか、やっばいな。うわー、せっかくの天才が、くそせっかくの天才をこんなところで終わらせるわけにはいかんとです。こんなところで終わらせるわけにはいかんとです。頼む、キバ妹だけ最後、最後、わかった、高速レーザーをくれて、かつキバ妹の評価を上げさせてくれ最後。あ、そうか、悪球打ちがあるからめっちゃ広がるわ、打てるところが。ほら気持ち悪い、あ、悪球打ちあると気持ち悪いな。第3球ボール、カウントは2ボール1ストライク。悪球打ちあると気持ち悪いな。あ、やばい、根っこだった。うわー、やばい、うわ、やばいよ、やばいよ、やばい、やばいよ、やばいよ。ちょっと待って、心のゆとりがゼロ今。第9打ちました、痛烈、いった、やばい、もう何を喋っていいのかわからない。僕ちん何を喋っていいのかわからない。第9打ちました、これはいい当たり、いった。最近内角打つの上手くなりましたね。あ、やめよう、あの、自分で上手くなりましたよねって言うと次から全く打てないっていういつものパターンにはまるから。僕が内角打つのめっちゃ下手くそ、めっちゃ違う、またやりそうになった。投球は3球目、投げました。ちょ、待って、はいはいはい、カウントは2ボール1ストライク、投げました、めっちゃ嬉しい、よし、いいね、 OK。 ちょ、頼む、キバ妹、そしてそこがジュンさんか、まあ、リョウさんの守備職人でもいいけど、ヒカレ。うわっ、くっ、あ、でもまあ、良かったのは、妹は本当にエピローグは戻せた。うわぁ、骸骨が取れなかったな。やっぱ、特能全体的に多めのデッキだったな、やっぱり。初めて使うデッキだから、その辺ちょっと分かんなかったけど。107は重いなぁ、けどここ取りたいな、実際もったいないよな、取らないと。とりあえずこれでいきましょう。うわ、ダメだ、あんま良くない、正直全然よろしくない。お待たせいたしました。いや、もう守備職人とレーザービーム捨てるっていうのもまあもちろんありなんですけど。第9投げました、あ、そう、セカンドリョウさん、てかこのデッキ強っ、ファースト以外か、めっちゃ強いな。第9投げました、打った、これはこれ、いった、このデッキスタメンが強っ。誰だ小原って。第9投げました、打球はそのまま伸びていく、なんか今の変でしたね、タイミング合ってないのにホームランになった。え、ちょっと待って。第9投げた、ボール、これは外れます。第2球投げた、打ちました、うわー、マジかー、このデッキの時に天才引くか。1年間やってて3回しか引いたことない野良天才を引くか。そして骸骨来ないか、せめて骸骨だけ来てくれればな、ヒントくの。よかったんだが、4位、まあしゃあないよね、そこの40ずつはもう。お、気迫はかなり掴みましたね。さあ、こっからどうやって割り振ろうかな。あ、でも6458も取ってる、経験点的には全然悪くはない。特能の数が多いんでね、このデッキ、いかんせん、い
かんせん特能の数が多いんで。いやでもこれだよね、実際やるなら。精神めっちゃ余るんだけど、どうしよう。これ普通にうんぬんあれじゃなくて精神が余るんで、ダイダマル取ります。うわ、魔術師とかなんか捨てるか。いやダメだ、やっぱ捨てたところであんまり納得のいく選手にはならない。これで終わりです。くぅー S3。 いやー全体的になんかねまとまりがなかったですね。はい、守備職人骨来ていれば、そして高速レーザー来ていれば、ここそしたらねもうちょっと AA、 ここももう AA ぐらい、あと天才の段階でねミートパワーほんのちょっとでも上げていればっていうか、あの持ってる経験点も上げていればまた変わってきたと思うんですけど、まあうん、なかなかね、まあ一発ではいつもうまくはまんないんで、デッキ初めて使った時って、これがうまくはまった時に天才来てればっていうところですね。デッキとしては本当に良かったと思います。金徳もいっぱい取れますし、今回も実際6つ取ってますね。6つ全部か、全部金徳回収できてますね。まあ確定じゃないのがここ登場だけなので、金徳の数的にも取れるんですけど、やっぱ最初に思ってた通り特能の数が多いんでね、どうしてもちょっと基礎パラメーターを上げにくいのかなと思います。はい、本当はあのこっちを、D とか E で止めてこっちをめっちゃ上げるつもりでおりました。ただやっぱり弁償がねちょっと足んないかなっていうところで、まあ、また肩 S、 守備 S、 高速レーザー、魔術師ストライク送球っていうのはやりたいと思います。どんな送球をするのかっていうねネタ回として、まあただこれはこれでまた何か使い道があれば使っていきたいところですね。いやー天才覚醒が経験点もさほど悪くはなかったし、まあ、エピローグ戻せなくて6400もあれば十分だったんですけど、まあこれがサクセスというものですね。はい、あの喉じゃなくて舌のね口内炎がまた痛くなってきました。なんか今回はちょっといろいろ散らかってたんですけど、あの散らかってたけど、まあ散らかってる方が面白いからいいかと思った秋でございました。いやまたね高速レーザー持ちの、ロマン型外野手はまたリベンジしに行きましょう。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。